春日の靴春日の靴に付着していたほこりの成分と事件現場にあった成分が一致した。春日が事件現場にいた証拠と言って間違いない。確かに私はその日、現場にいたわ。クリスに呼ばれたの。クリスは言ったわ。遺言状を書いたんだ。もしクリスが死んだら、金はすべて丸イに渡すっていう内容だった。私との関係も浅いけれど、丸イはもっと浅い。だから私は変だと思ったの。 クリスは私との関係を切ったことを公開してるけど、このことを打ち明けたのは私だけだって言っていたわ。それで、私が部屋を出て行った後、前田さんが血相を変えて部屋から出て行っているのを見て、何かあったんだと思ったの。もしかしたら遺言状のことじゃないかと思って、部屋にもう一度入ったわ。それで何をしたんですか部屋を見て、色々と察しました。それでも、クリスの言葉を思い出して、警察に遺言状を見せないように回収しました。それが、 唯一私のでできることだとだ思ったんですその遺言状は今どこにここにあります。遺言状。クリスの財産を丸いに譲渡する。鎮痛剤の成分。調査した結果、睡眠薬の成分が見つかった。これは丸いが持っていた薬の成分と同一だった。これに関して丸いは、ドラッグストアで買ったもので、 それだけで私を犯人扱いするのはおかしいと反論した。問題。犯人は誰か。また、その根拠を4つ示すこと。